さて、ごとずさん。はい。今日はね、一人じゃちょっとほらげできないんで。うん。ちょっと教授とに付き合ってもらうわ。はい。やだね。から付き合ってやるよ。ありがとうな。実を言うと、前回のその教授と体験場の時にもね、裏で見守ってくれていたのは、ごとずさんなんですね。うん。途中で寝てたけどね。まだ実質一人だったんだよ。そう、実質一人だったんだけど、補助輪外してもらってたんで。気づかないうちにね。そう。でも、うちに外して手も離してたから。でも本編は、もうゼロに返しちゃったんで、リセットされちゃったから。あ、補助輪についてるのね、まさか。そう、補助輪ついてるから、やっぱりごとぜにいてもらわないとってことで、ちょっと今回一緒にやってもらおうと思います。そうね、なんなら一緒に喋るからね。そう、喋ってもらう。補助輪どころじゃないじゃん。そう、もうこのままだと私は本編をクリアできない。もうね。いやー、ということでね、始めていこうと思うんですけど、うん、本編まで、こうちょっと違う要素があるらしいんですよ、体験版と本編で、うんうん、そうだから体験版の部分で違うなっていう、その本編と違う場所があったなってところまでは、もうさっと進んじゃおうかなと思うんで、うんうん、大幅カットいたします。おお、では行くぜ。ほら行け、行ってこい。不具合には十分解説されて、あって、再施設、F5 キー、そう、F5 キーの存在をね、前回忘れててさ。あ、そうなんだ。そう、F5 キーの存在忘れて、毎回、消して、つけて、ってやってた。あ、なるほどね。そう、だから、あ、すいません、忘れてました、ってなった。気をつけます。F5 キー押すと、できるんだね。そう、タイトル画面戻ってくれるらしいのよ。うんうん。そう、だから、それ忘れないようにしよう。うん。ガンマ値を調整をする場合は、左の枠内を見えない状態、右の枠内を薄く見える状態にしていただくと演出の妨げにならない明るさになります。な？出だし怪しくねえか。どういうことこれ。前回もなかったかこれ。あったあった。あったけど理解できなかったんだよな、前回も。これ明るさ上げとけってこと？うん。てか、まあ、見えないの方が、まあ、見えないよね、今、ほぼ。あ、本当に？ちょっと見えてるかもしんないけど。いや、めちゃくちゃ見えてんだけど、枠。あ、そうだな、待って。わしが見えてるのと違うかもしれないし。あ、マジ？あ、枠内、あ、本当だ！見えるって書いてあんのか。あ、そうそう、薄く見えるの方に、うん。もう見えるって今書いてるよね。あ、書いてる、書いてる。え、見えないの方には書いてあんの？なんか。見えないの方も今若干ちょっとだけこっちは見えてるよ。あ、本当に？何にも見えませんわ。画面では。あ、でもそれが正解じゃない？薄く見えるの方が薄く見えてたら合ってるでしょ。あ、なるほど。じゃあ前回はどっちも見えてなかったから私は。あ、そりゃくれえわ。なるほど。怖すぎて理解できてないな。最初の設定してほしいところが。すいませんでした。まあでもじゃあ今回はね、うん、ちょうどいいライティングでできるんじゃないですか。そうね、今回はバッチリです。よし。ああ、一応ね、おさらいとして私たちは喋りながら見ておこうね。あ、おはようございます。では本日のトップのニュースから。はい。倉沢氏が代表を務める青浜コーポレーションの大プロジェクト。大プロジェクト。スカーレットアイランドが本日いよいよプレオープンを迎えます。この方のナレーションすごいいい声だよな。ここは水族館や博物館、ね、植物園とか複合型。なんか私たちが真似するとなんか変になるんだけど、ちょっと馬鹿にしてるみたいになっちゃってるけど、ね、そういうわけじゃないんだよね。馬鹿にしてる通りはね、そう、微塵もないのでね。オープンを記念した特別イベントの開催も予定されており、応募の当選が70倍以上かかったとのことです。ああ、そうだった。覚えてなかった。香りやってもらおうかな。やるか。うん。香りやっちゃうか。うん。お兄ちゃん、早く、遅れちゃう。待って、すぐ行く。かわいいでしょ。かわいい。ねえ、やっぱり心配だわ。二人だけで旅行なんて。いやでもこのさ、この時点ではさ、うん、スカーレットアイランドってさ、うん、
別になんか怪しいものじゃねえよっていうのがあるのにさ、十分満喫しておいでってならないのかね、うん、お母さんね。まあ確かにね。ねえ。この時点でめっちゃ心配してるけど。ねえ。まあ二人だけで行くのが心配なんですよ。あ、そっか。でもあやめさんって何歳くらいなんだろうね。確かにお姉ちゃん何歳？ねえ、なんかナイスバデーだから、なんかもう勝手に大人だと思ってたんだけど。何歳なんだろう。このね、肩パッドの大義語みたいな服着て。それ言うんかい。知ってる人すみません。大丈夫よ。香織も中学生になったんだし。香織ちゃんは中学生だね。うん。うん、それにプレオープンのチケットは2枚しかないんだから。大丈夫。何も起こらないわ。盛大なフラグ。フラグすぎる。ね。そう、そうね。じゃあ、香織を頼んだわよ。何かあったら、その時は守ってあげて。守れなかったよ。大丈夫、大丈夫だよ。え？ああ、そうだった。こんなんありましたね。こんにちは。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。目が合いました。見てんな。ねえ。おお、プロローグ、転落の日。こんなんなかったな。ねえ。ねえ。すごい！屋内に動物園まであるなんて。ね、来てよかったでしょ。うん。わあ！わ。ね、これって特別レセプションですって。行ってみましょう。あ、行くな行くな。あ、行っちゃったよ。待って、この動物キモくない？これ何？猿？いや、可愛くない？あ、可愛くない？可愛いね。可愛くない？やだ、可愛い。何なんだろう、これ。え、猿じゃないの、これ。あ、猿、普通に猿か。え？ハリネズミと猿の、なんか、混ざったみたいな。キメラ。キメラか。かおりちゃん、お姉ちゃんいなくなってからも、って言ってるわ。言ってない。お姉ちゃん置いてかないで。あ、早っ。待って、お姉ちゃん、すいません、避けてもらっていいですか。ちょっとオラオラちょっとね、あ、こいつ出た出た。あ、なんて言ってるかわかんねえって言ってたやつちゃんと書いてくれてる。本当だね。小引き帳をはじめ、ああ、すごい聞き取れるようになってる。なんだね。はい。何？え？俺？わしらのこと？コラボしてるの？あ？えー、え？こんなこと言ってた？知らない。行くな。行かないで。Welcome。急に。急に英語。おーおー。もう。すげえ。サービスすごい。ファンさせてくれた。小引き帳覚えたでお前。顔忘れねえからな。ね、目でかい。あ、始まった、また。コヒッキーっていうの。コヒッキー？何でも僕に聞いてくれ。あ、これもう戻ったか。同じこと言ってる？同じこと言ってんな。ねえ。ずっとこの人、このコヒッキーに夢中じゃん。ずっと聞いてる。待って、お姉ちゃんはまた見失っちゃった。あ、上か、上だ。上か。お姉ちゃん。てか、なんか有名実況者がいるって言ってたよね。ねえ、なんかコラボしてるって言ってたね。そうそう、どっか探せばいるってこと。わあ、いや無理だって、そんな余裕ないって。怖すぎて見逃す可能性が、うん、ありますね。お姉ちゃんどこに？いない。ないな。すごい人数。香織、わあ
もう本当に良くないよ、そういうの。お姉ちゃん置いてくのダメだから。ごめんなさい、はぐれちゃって。はぐれたんじゃない、置いてったの普通に。もうほら見て、さあ始まるわよ。またこの後ろに人が突っかえてんのにここで立ち止まる二人ね。あれ突っかえてますよ。あ、出た。皆様ようこそスカーレットアイランドへ。私は黒沢龍 CEO の秘書兼研究所所長の井ノ原環奈と申します。本日はこれほど多くの皆様にお会いできてとても嬉しく思います。本日皆様に体験していただきますのは、当パークの先端科学がもたらす人類と自然の共存です。ガラスの向こうに見えるのは我々が取り組む保護研究の現場です。今日は特別にその現場を間近でご覧いただきますが、その前にまずは黒沢 CEO が監修したビデオを上映いたします。これを見ればきっと当パークの理念がわかると思います。それでは皆様、前方のスクリーンをご覧ください。おお、元気だな。あ、テーマパークみたいね。じゃあよろしく。こんにちは皆さん、 CEO の黒沢龍です。おお、どうも。ようやく当パークを皆様に楽しんでいただける日が来ました。嬉しそう。動物園、博物館、水族園、きっとご家族でご満足いただけることでしょう。今日ばかりは日々の疲れを忘れ、目いっぱい楽しんでください。はい。特に大きな見どころはパークで保護されたコヒッキチョウです。コヒッキね。土地開発によって今では一部の地域にしかいない幻のチョウ。ここでは街並みを再現したエリアにチョウを放ち、自然と人類の調和を演出しています。さらに当パークでは、あああああああ、やめてください。わトーパえこれで終わり。変ね、どうしたのかしら。開いちゃったね。何かおかしいよ。行くな。香り待って。いや、ここで行くから、こうさ、もう、あんなことになっちゃうんだから、もう。相変わらず好奇心旺盛だな。な、香り。あ、いない？いないわけがないだろ。なんなの？あー、もう、ここはね。始まったね。始まったけど、あー2回目なんだけどな。ね、死んでる。ここですよ。はい、セーブ。シュシュ、セーブはシュシュのピオスさんですからね。そう、もうずっと前回セーブセーブ言ってたもんな。うん。あんまり言わないように気をつけますね。あ、ほら。潰されちゃった。いっと。こんにちは。これでもセーブはできるんですよ。それでもセーブできるんだね。そうだよ。うわ、ノー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 。知らない知らない、何も知らない知らない、もう調べない調べない。はいはい、ガシャンね、ガシャン、はいはい、してるしてる、はい、オッケー。ふぅ、さあ、かおりちゃん逃げるよ。かおりねえ、この地一体、あ、あれ、え、ゴリラだ。かわいいゴリラですねえ。わあ、ここそんな寒いの？おお、いやだって白い息出てるから、ここさ、そんな寒いのかなと思って。冬のやつじゃんねえ。逃げなきゃ早く。はーい、このガニ股、ガニ股お姫様だっけ。一体何なのあれ。イエイエイエイ、行くぜ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 、イエイエイ。おーおー、
画面の上とかすごいよな。そうなんだよね。やめてくれ。そう、右に行くんだよこれ。あ、行け。オッケー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 。まっすぐでいい、まっすぐでいいはず。もう分かってるんだここは。で、ここで閉めるんじゃねえバカ野郎。かわいい、犬かわいい。犬いた。いたいた、クソでかい犬。全然気づかなかった。あの男の人か女の人か知らないけど、あいつ閉めやがったからな。なあ、ひでえ。許さねえ。あれは一体何が。お姉ちゃん大丈夫、大丈夫よ。何か良くないことが起こってる。とにかく安全な場所へ行くぞー。わー、これは結局何。俺は見てはいけないものじゃないかな。あ、そっか、グルッドタイムね。これは見たよね、前回。緑が増え、うん、なんちゃらかんちゃら笑顔にっこり。ああ省略すぎだもん。で、ここの辺ぐるぐるポイントかーって言ってたけど、あれだったんだよな。あの、セーブとか別になかったっていう。うん、うん、うん。やった！外だ！早く脱出しよう！開かない！そんな！ガチャガチャガチャ！まずい！お、お兄ちゃん！避けるんだ！危ない！あー、かおりちゃん！リボンの色青かったかな？今の子は。あ、そうだ。何色？ちょっと見てなかったわ。もう赤に染まっちゃった？赤くなっちゃったね、多分ね。そんな、かおり！人間主食にすんな、ゴリラ。嘘でしょ？香り、香り、どうして。お前も餌になるか。いや、ここ BGM かっこいいんだけどね。こんな粋な BGM だったっけ。そう、香り、ごめんなさい、私は守るって言ったのに。ジャポーン。守れなかった。体験版でも本編でも守れなかったよ。おー、セーブできるんじゃん。おー、ほんとだ。すげえ、ありがてえ。チャプター1、残された希望。おー。いいね。いいね。プロローグはもうサクサク進んだね。ね。どうぞ。あ、目が覚めたんですね。大丈夫ですか？二日も眠ったままだったんですよ。ここは、ここは一時的な避難所です。滝のそばで倒れてたんですよ。覚えてませんか？滝。う、頭が。そうだ、化け物に襲われて、香りは、あの、大丈夫ですか？いえ、ごめんなさい。あー、ほんとだ、リボンの色ちげえ。ほんとだ。香り？香り？私、エリカって言います。そうだった、エリカちゃんだ。妹そっくりの少女、エリカ。かわいい。美人すぎ。ね。エリカ、一体何があったんですか？いえ、ごめんなさい。あ、間違った。乗っ取っちゃった。あ、いえ、ごめんなさい。何か辛いことがあったんですね。急に大人になった、10歳ぐらい。そう。ここにいる人みんなそうです。もう大混乱ですよ。携帯も繋がらないし、偶然集まったみんなでなんとかここに逃げ込んだんです。そうなの？そうだ、そういえばあなたのことは何と呼べば？私はあやめ。あやめさん、きっと大変だったでしょう。でもきっと大丈夫。
ここにいれば安全ですから。ふん、そうかな。あ、出た、弱王だ。出た。お、よかった。ようやく目が覚めたんだな。ああ、この方、あやめさんを水辺から一緒に引き上げてくれたんです。そうなんですね。ありがとうございます。避難した当初、みんなで船着き場まで逃げようという話が持ち上がったんだ。船までたどり着けば、なんとか島の外へってね。それで周囲の下見をしていたら君を見つけたってわけ。ごめんなさい。ご迷惑をおかけして。いいんだ。こんな時こそみんなで協力しないと。いや、弱王はいいやつなんよな、一応な。うん。チョコ。あ、出た、カレー粉。カレー粉。これ、よかったら。レンガブロック。これは。食えねえ。ずっと眠っててお腹が空いてるだろ。チョコレートさ。ありがとうございます。無理はせず、まずはしっかり休むことだ。じゃあな。弱王。あの方、見ず知らず同士なのにみんなをまとめてくれて。あの正義感、こんな時には特にありがたいです。そうね。そうね。そういえば、あやめさん、特にひどい怪我でしたから。どうか安静に。私、包帯がないか見てきますから。ありがとう、エリカちゃん。えほ、えほ。歩くとき、えほえほ言うんだ。あの時、死んだかと思ったけど、まさか生き延びるなんて。あの子、香りにそっくり。香りは、もう、いない。あ、エリカ！これは？今のは、エリカ？今の叫びはでも別にエリカちゃんじゃなかったけどな。ギャーならわかるんだけど。違う人だね。ねえ。違う人ですね。何かトラブルでもあったのかしら。この辺とかにもしかして配信者がいたりするのか？あ、確かにね、あり得るね。ねえ、あ、いなかった。やめて。どういうことなんだ、これは。なあ。エリカ？なんだ、仲間がいたのか。いいか、お嬢ちゃん。こんなガキに構うことはねえ。嬢ちゃんだけじゃねえ。いいか、みんな、よく聞け。こいつ、とんでもねえガキだ。このガキの正体。こいつは、このパークの責任者、黒沢の孫だ。ざわ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 。なんだって。これはこいつが落としたもんだ。こいつはみんなに黙って避難所に隠れてるんだ。責任者の家族だって。あの女の子だよ。なんで避難所にいるのよ。お前のじいさんはどこへ行ったんだ。あの化け物は一体何なんだ。どういうことなの。誰今の。いやー、レスリング用語が出ちゃった。おう、騒ぐな。静かにしろ。化け物に居場所がバレる。弱王。何があったんだ。こいつだよ。あの黒沢の孫だ。黒沢。本当なのか。それは。この状況がわかるか。みんな気が立ってる。みんないろんなものを失った。見てみな、彼らの目。俺だってそうだ。家族はみんな死んで、一人ぼっち。これ以上、この場所に混乱をもたらすわけにはいかない。全員が自滅をたどるのか、断固処罰して、秩序を取り戻すかだ。そんな、ひどい。好きでやってると思うのか。これ以上の厄介事はごめんだ。わかるだろ、どうすればいいか。いやー。まさか、あんなことや、そんなことや、こんなことを。10分後って出るか？10分後来ちゃー。
まさか本当に外へ追い出すなんて。ごめんなさい、私のせいで。あなたを一人にするわけにいかないもの。いいの、大丈夫。そうね、妹ちゃんに似てる子を放っておけないよね。そうだろうな。私、人があんな顔をするのを初めて見ました。まるで鬼。すごく怖かったです。うん、エリカ、みんなとても親切にしてくれていたのに。なんだかんだ人間が一番怖えんだわな。そうかもな。あやめさんも私のことが許せないですか？いやか、マジで関係ないって。黒沢 CEO とエリカちゃん、マジでなん別にね。うん、ねえねえ、なんで責められるんや。エリカは倒れていた私を助けてくれた。エリカがいなかったら私死んでたかも。それにおじいさんのことはエリカに関係ないじゃない。あやめちゃん、いいこと言う。あやめさん、絶対脱出しよう。きっと大丈夫だから。ありがとうございます。さて、これからどうしよう。とにかくこのままでは危険です。そうね、どこか安全な場所へ。さあ、いやー、これでもな、みんな死んだんだもんね。これは、シェルターで亡くなった方です。そんな。いやでもさ、シェルターの前にさ、こんなに死体こう置いてるのやばいと思うけどな。そうだね、虫湧いてるしな。ねえ、でここは多分変わってないと思うんだけど、一応見とくか。共に未来へと、うんうんうん、でここにこれね、尋ね人、騒動の後連絡がつきません。水族園で待つ、見かけた方は至急連絡を。うーん、いや、この人もしかしたら後から出てくるかもしんないからな。覚えとくか、うんうんうん。たくさんの犠牲者が出てる。どうしてこんな。私は忘れてない。ここにびっくり要素があったことを。も。うえい、おー。ふっ。残念だったな。ああ。追いかけられてるゴリラに。かわいそう。うわ、いやいやん。うわぁ。で、くじくんだったっけ、足。おうほう。いた？どうかした？大丈夫？いえ、ちょっと。さっき追い出された時に足をくじいちゃったみたいで。大変。ガニ股どっこいしょ。少しの間我慢してね。早くどこか安全な場所へ。本当にガニ股だよな。ね。どうだっけ？こっちか。わーい、かーかー。アップになったりするのすごいな。ね。あ、スタッフ専用エリアね。うん、はいはいはい。はいはいはい。あ、これよ。うん。これは。布きれい。これ、今回そのクラフト機能とかをさ、どう使っていくのか全然私、考えてないんだよな。少し私になりそう。これはまだ持っておこう。あー、ガチャン。そう、セーブがあるんです。うわー、おうおう、今開いてた？行かない。開いてた？今開いててしまったよね。あ、そっか、あれだ、女の人じゃないか？ほら、ここにさ、男の人いて。あー、そっかそっか。そうそう。大丈夫ですか？ひどい怪我。大丈夫。きっと大丈夫。動かないで。よろしく。あの化け物！待って！あなたたち、人間？ごめんなさい。物音を聞いててっきり化け物だと。けど、生存者だったのね。よかった。まだ希望はある。ついてるな、俺たち。ええ。地獄に仏。ね。だんだん落ち着きを取り戻してきた女性。俺たちは船着き場を目指していたんだ。この島から脱出するために。船着き場、そこから逃げられるんですか？俺たちが島に来る時に乗った船だ。間違いない。だが、失敗した。途中で化け物に襲われてしまって。もう目と鼻の先だったのに、
歯を噛む思いだ。仕方ないわ。あのままだと死んでたわよ。なんとか逃げてきたけど、ここだって安全とは言い切れない。あなたたちが入ってこられたように、化け物だっていずれ。このままだと自利品よ。なんとかしないと。やっぱり、早く脱出するしかない。そう。でも奴ら、ものすごい数よ。悪くすれば、すぐにでも食われるわ。でも、ここで待っているわけにも。わかったわ。せめて単独で行動した方がいい。やめて。二人だと思うように動けない。私たちみたいに。その子なら私が面倒を見るわ。一人にしないで。その代わり船を見つけたら私たちも乗せてほしい。この人と一緒に。私は大丈夫です。ここでおとなしくしています。まあね、怪我してる状態でガニ股でずっと走るわけにいかんからな。まあそうだね。わかりました。船を見つけたらまたここに戻ってきます。ありがとう。これさっき店内で見つけたの持って行って。なあ、これね、無線機。ほうほうほう。非常時には連絡し合いましょう。わかりました。お、なんこのラジオの歌、この先の放送局からだ。まだ生存者はいる。君も俺たちも一人じゃない。希望を捨てるな。え、これ知らないぞ。おう、正解要素。ねえ。うんうん。どこ行くんだ？申し訳ないけど、あなたが出た後、しばらくしたらこの部屋は封鎖するわ。ひどい。ひどいわ。あなたが入ってこられないようにね。裏切り者！あれ、あなたが戻ってきたら必ず開ける。約束よ。嘘よ。わかりました。またこんな時に冗談言うなんて。奴らに見つかったら、一巻の終わり。道中気をつけて。背後を移動することで視界をかいくぐることができると。はい。うんうん、よいしょ。なるほどね。ね。ごめんなさい。頑張って。今はあなただけが頼り。ありがとう。必ず、戻ってきてくださいね。フラグ立てんのやめて。もちろん、やり遂げてみせる。絶対一人でリカサタがるじゃん、全員。ね。うん。出た！ああ。なんだっけ？コヒッキー。コヒッキーだよ。コヒッキーのボイスも当ててくれるんかい。2匹目です。コヒッキー複数いたんだな。うん。あ、ほら、今はいたよ、上に。え？あ、いたわ。ないから。うん。あ、そこにもいた、コヒッキー。いっぱいいるやん。で、まあ、危険がいっぱいと。うん、うん。あれ？ここに前にいたのにな。いなくなってるわ。おっと？わーい、やーん！やめてよ、ね。アイアン。変態。変態？雷のエッチ。アイアンだったのか。そう。アイアンじゃないよ。避難民へのメッセージ。緊急事態です。どうか助け合いましょう。ここ、アルハルでは、怪我をした皆様を受け入れます。夜の次には朝が来ます。冬の次には春です。助け合えばきっと道は開けます。いいこと言う。で、ここにチェーンがかかってる。うん、うん、うん。あー、ガサガサ。あ、で、ここに確か、オッケー、ジュース。覚えてるぞ。ほうほう。私は多分もうこの辺だったんだろうな。あー！ああ。かわいいのがいっぱい。失礼します。失礼します。失礼します。ああ、失礼します。ああ、もう。もしもし
もしもし聞こえる？そっちの様子はどう？今は。今はかけてくんな。ちょうど船着き場の門の前にいます。ダメ、開かない。そう。それで私たちも断念したの。そばにメモがあるでしょ？え？メモ？あ、こんなんなかったぞ。そこに鍵について書いてある。あなたならきっとできる。気をつけて。健闘を祈るわ。プレッシャーやめてください。アルバイト職員宛てのメモ。もう新入り、初日から遅刻とはいい度胸だ。午後はお前の担当だから、俺と入れ替わる10分前には持ち場に到着して鍵を引き継ぐ。そう言ったよな。怖っ。お前のためにただ働きするほど俺はお人よしじゃない。鍵は放送局併設の管理局に保管しておくから、さっさと取ってこい。場所はわかるな？そこの階段を下った先にあるトンネルをまっすぐだ。放送局併設の管理局に保管。放送局併設の管理局に保管。覚えられない。結婚と走り書きが残されている。新入り、お前は運がいいな。お前は生きて帰れみたいなこと言ってんのかな。それか、その、タイミングよく遅刻してよかったな、こんな目に遭わずに済んで、みたいな。皮肉、うんうん、そういうこと。あれ、こっち行け、あ、行けないわ。めっちゃ燃えてる。愛の袋カフェ、いろり。怖い。めっちゃでかいよ、袋。怖い。え、こっちも行ける。ほうほう。あれは、きっとあの先に。何が？そんな、閉まってる。どうして急に。やめてください。知らない要素はやめてください。待っちゃったね。ここにある。チェンジが。チェーンカッター。やめちゃった。え？チェーンカッターあったね。これは、ヒューズが飛んでる。交換すればもしかしたら。いや、知らない要素やめてよー。なんだそれは。ここ知らないよー。結構変わってるのかもね、もしかしたら。ねえ。謎解き要素からすでに。やべえ。この、マイコ・アウロラ。なんなんだ。うん、あーおーい。これはもうね、気づかれない芸をするしかないもんね。そうそうそう。うん。風が開かない。うわぁ！おぉ、気づかれた。やめてください。え、待って、セーブない！セーブない！あ、やだぁ！なにこれなになに、セーブないことが一番のホラー要素になるのやめてよ。ドアノブがロープで縛られている。ナイフを使えば切れそうだ。ほうほう。ナイフを使えられることで開けられるドアがある。ただし開けることでナイフの耐久を消耗する。うん。ああ。そうだね。これはダイヤル錠。うわぁ。うわぁ。なんかない。トイショップの金庫について。落とし物は金庫に保管すること。パスワードはピックアップフィギュアの発売日を参照のこと。お客様からのお問い合わせにすぐ答えられるよう頭に叩き込んでおくように。ピックアップフィギュアの発売日を調べる。なんだ？ピックアップフィギュア。ピックアップフィギュア。ああ、違った。違う。これは何なんだ？何の入力？ね。なんだろう。ああ。怖い。開かないけど、ここ、ドアから血出てるから行かん方がいいと思うけどな。で、セーフティーに行くんだよな。チェーンカッター。どこだっけ？これだ。うん、うん、うん。アイテム、これ。いいね。ガチャン、順調、うん、いいぞ。で、ドーンと、はい。おい。よろしく。生存者か？安心して。もう大丈夫。ルポライターじゃん。あ、こいつが。うん。そうか。まだ外に生きてる奴がいたか。あなたは？
何、ただのルポライターさ。いわゆる旅行ライターというやつでね。流浪の男、ルポライター。思ったより、年いってる。そう。このパークもネタになると思ったが、クソ。あんた、そうか、チェーンを切って入ったんだな。すまないことをした。化け物が近くで騒いでたもんだからな。ここでは逃げ遅れた人たちの手当てをしてるんだ。じゃあ、ここには他にも人が？ああ、2階にな。無人のバーを勝手に占領して、持ち主には申し訳ないが、水も食料もある。利用しない手はない。せやな。うん。あの、ヒューズはお持ちじゃないですか？そのヒューズって何なん？ヒューズなんかあの電気のやつじゃない？なんかバッテリー的なやつってこと？バッテリーなのかな？何なんだ？多分そうだかも。うん、ヒューズ？ってなんだ？わかってないやん。トンネルの先へ行くのに必要で。あ、トンネルの先。悪いことは言わない。やめた方がいい。なんだって？怖いよ。ラジオから歌が流れてただろ。あの歌、北の放送局からだ。ん？あ！アウロラじゃないんだ。オーロラか、こいつ。こいつって言っちゃった。こいつよ。見ろ、俺が書いたパークの記事だ。マイコオーロラ。彼女、開演のゲストとして来日してる。放送局で歌い続けてるのさ。うわ、怖っ。あ、生放送なんだ。うん。危険だからと仲間が助けに行ったが、いつまで経っても帰ってこない。でもずっと歌ってんでしょ？おぉ。怖っ。おそらくもう、狂ってる。狂っちゃまった。狂っちゃまった。とにかく、あの先は地獄だ。少女一人では危険すぎる。きっと命はない。あなたは、どうしてそんなに親身に。うん。俺はただ、うまいタバコが吸いたいだけさ。いや、かっこいい。え？それは？めっちゃ一気に出てきたもの。ね。普段からいろんな場所へ行く仕事だ。だから、いろいろと常備してる。包帯とか薬とか、役に立つもんだな。どうしても先を行くというなら、せめてこれくらいは持っておけ。あー、サンキュー、ナイフくれた。で、ナイフを所持した状態で敵に背後から接触することで捨てるスキルができると。うん。耐久値があるから、あんまり使いすぎない方がいいと。うん、うん。他にも必要なら声をかけてくれ。限りがある。ただとはいかないが。いつ別れるが、来るか？あ、いつ別れが来るかわからない世界だ。今この時こそ、大切に。助け合おう。やるポライターあんたが一番かっこいいぜ。よいしょ。すごい早い。早すぎる。うん、この辺の資料読めないのか。本当だね、めっちゃ散らばってる。ね、おーわー、何これ。開催日4桁なんだっけ、あったね、さっきあの入力するさ、金庫のやつ。あー。え、4桁がなんだって、どこに書いてあるって。あー、わかんない。え、 FOS ホワイト、うんうん、ここに書いてあるよってことか。これフィギュアなの。うん。すごいな、これな。あー、なるほど、ここをこじ開けていけと。はいはいはい、なるほどね。あ、ここにも金庫。あれ、あ、こっち、あれ、どういうこと、こっちのやつかな。あ、なんかいたけど、なんかいたね、なんかいたことしかわからなかった。うん。で、ここにヒューズあった、なるほど。おー、ここはあれだよね、船着き場の鍵だったから、前回。あー、なるほどね。これさえあれば、もしかしたら。お？とにかく、あの先は地獄だ。少女一人では危険すぎる。
きっと命はない。マジ？いえ、それでも行かないと。でもまずこっちになんか確か、いやーと、うん、布切れは一回置いといて、助けるぞー。前回ね、助けなかったから、ダメです。なんだ。どうしたお嬢ちゃん。俺たちはこれからお楽しみなんだ。ねえ、本当にね、脅して女食おうとしてる最低の野郎ですわ。本当にそういうことをしようとしてたのか。うん。この女に物資を与えてやる代わりにな。うわ、救急ニット二つ、救急ニット、キット二つか。なんだ、持ってないじゃねえか。ふん、引っ込んでな。うるせえ、蹴るぞ。蹴っちまえ。でも、待ってよ、ナイフを消費しないと、今四つあるからダメなんだよな。ナイフ消費してから布切れここのやつゲットして救急キットが2つになるからそれで助けられるはずなんだ。よし、とりあえずここから出てみる。ここはどこ？あ、ここに出るんだ。なるほど。どうしよう、いろいろ見なきゃいけないとこあんだよな。でもそうだ、なんかナイフで切らないといけないとこもなんかなかったっけ。そう、あったのよ。だからそこ行きたいんだけどさ。よしよしよし、いいぞ。今やだ。ほほほ。ここや。あ、そうだね。増えてるわもう。あ、これで壊れた？うんうん。あ、なくなったね。あ、なくなった。で、まだここ調べてないからわかんないから。これで、まず先に女の人助けよう。うん。これで、救急キット作れるでしょ？オッケー。ナイス。あんたは私が助けるわ。の。お姉さん。ほら！あ、救急キット渡した。あ、ありがとうございます。よかった。これで、あ、違う。あ、これで娘を。ママくだらねえ。どけ！嫌だ！あ、いなくなっちゃった。どけどけ！俺がどく！ありがとうございます。感謝してもしきれません。いえいえ、いいんですよ。前回助けられませんでしたから。あれ、今回はありがとうございます。いえいえ。あの、ほんのささやかですが。これ受け取っていただけませんか？何ですか？おー、換金アイテムだって。はぁ、いや、金色に輝く指輪、高そうだけどさ、いいんですか？やめることもいい。あ、いや、やめちゃった。あ、なんだ。あ、もらえる。よかった、もらいます。じゃあ。いつでももらえる。ありがとうございます。あ、終わりですか？ありがとうございます。もう一個いりませんか？ああ、いいんですか？何個でも欲しいな、これは。これは欲しいね。いくらで売れるんだろうか。ね、いくらなんだろう。ねえ、よいしょ。とりあえず、ここで出て、こいつはもういないから。ちょっと、ルポライター、換金してくれ！うん。いいのかな、売っちゃって。申し訳ないけど。換金アイテムですってしっかり書いてあったから。おー、高い！すごいすごいすごい。無言で売却した。だって。金は欲しいですよな。欲しいです。この状況か。やばい、スクラップ1個しかないよ。そうだね。でもさっきスクラップがね、あったのな。え、どこに？どこだったっけな。でもあったとこあって。あ、マジで？うん。ちょっとでもナイフ1個買ったか。高いんだよ。栄養剤。体力上限が増える。あ、所持できるアイテム。あ、それいいね。高え。高いね。いや、でも欲しいよな。そうだね、それはクラフトしてどうにかなるもんじゃないからな。うん、買っちゃおう。うん、いいハンドだと思う。よし。インベントリ容量の上限が増加、やったぜ。
おお、何個持てんの ?5 個じゃない？ほら、5個持てるんだった。1個だけなんだね、でも、フォルムがね。うん、さあ、ナイフがないですね。そうだね。布切れが欲しいですね。こうで、で、ここよ、ここ。うん、向こう側から施錠されてる。あ、なるほど。向こう側からなんだ。で、ここか、そうだ、チェーンカッター、そうだよ。あと、あれだ、ヒューズも手に入れてるし。あ、そうだね。ここや。進めそうだね。オッケーオッケー。進むしかねえんだな。うん、うん。ほら。ああ。おお。よし。これで大丈夫。行くっきゃねえぜ。ブー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 、うるせえ。扉に切れてるわ。どこも化け物だらけ。早くしないと。うわあ！化け物。化け物。ちっちゃい化け物。かっこゴキブリがいた。え？めっちゃ壁に。うわあ！壁登ってんな。犬？あ、違った。何これ？あ？あ、人。人？お。あの、大丈夫ですか？ん？え？あ、これあの人じゃない？マイコ、オーロラ？え？あ、そうなの？あ、違う？誰？ほら、最初にさ、うん、説明してた人じゃないの？あー！カンナさん！あ、そうそう。あ、じゃあ私か。ああええ、ごめんなさい。あら、あなたは、確か。覚えてるわ。レセプション会場にいたわね。え、もう、どんな感じだった？でもそんな感じだったよね。ほんと？覚えてるのすごくない？すげえな。日常から見えてたの。ね、あんなに人いっぱいいたのに。そう、しかも照明いっぱい焚かれてただろうに。ねえ。え、ああ、あなたは、おお、美人。すごねえ。いや、ほんとに声もこんな感じ、そんな感じっぽいじゃん。あ、じゃあよかった。井ノ原環奈さん。うん。女の子と二人でいたでしょ。懐かしいわ。私にもそんな頃があった。どういうこと？え？何を？どんな頃？オープンしたばかりなのに、あっけないものね。パークのどこにも逃げ場なんてない。あの、南にある水族館、わかりますか？みんな避難してます。そこなら大丈夫かも。あなたはどうするの？事情があって、あそこへはもう。今は船着き場を目指してるんです。もしかしたら出られるかもって。それで、鍵を探しに放送局へ。そう、すごいのね、あなた。その行動力。水族館ね。そこにはまだ人がいるのね。少し休んでから考えてみるわ。放送局はこの先。くれぐれも気をつけて。いい BGM。ねえ。え、終わり？終わる？終わり？エンディング？エンディング？どこも化け物だらけ。ただ本能のままに人を襲ってる。うん。うん。そっか、まさかカンナさん出てくると思わなくて適当に声当ててたのに。すいませんね。でも案外そんな感じの声っぽい立ち絵だったな。うん、確かに。違和感なくてよかったわ。